自分はバツイチ息子あり、嫁は弟の嫁さんの友達です。元嫁といろいろあって離婚し、息子を引き取って実家方面に転勤、引っ越し。実家には両親と弟夫婦と子供がいるので、俺と息子は近くのアパートに暮らしてた。職場側も俺の離婚のごたごたを知っていたので、比較的早め。と言っても19時だけど、に帰宅して、保育園に息子を迎えに行く。自宅アパートと俺実家で、みんなでご飯が週の半々の生活。弟のところの子供と俺息子の年齢が近く、保育園も一緒なので、たまに弟嫁さんが一緒に実家に連れ帰ってくれる。土曜日が仕事の時も、俺両親と弟夫婦が率先して俺息子の世話をしてくれた。シングルファザーには本当に助かる環境だったと思うし、おかげで息子に寂しい思いをさせずに済んだ。たまに俺実家には弟嫁さんの友達という女性が出入りしていた。弟嫁さんの友達でありながら、俺母の知り合いの娘さんでもあるという。元幼稚園教諭で、当時は資格のための勉強をするために退職して時間があるらしく、子供好きなので俺実家に来ては、俺息子や弟の子供たちとよく遊んでくれていた。特に俺息子は弟嫁さんの友達 A さんにべったり。元嫁がいろいろ問題を抱えていたこともあって、ちゃんと愛情を受けられていなかったからか、 A さんから離れようとしない。俺は申し訳なく思いながら A さんに、いつもお世話になっています、息子がいろいろすみませんと謝った。多分それが初めての会話だったと思う。A さんの印象は、痩せた森山中の黒沢が小柄になったような感じ。美人だけどちょっと面白い感じ。A さん、自分から離れようとしない息子を迷惑がることもなく、大事に抱っこして可愛がってくれていた。そんな感じで平日や月に 1,2 回の土曜日に A さんが俺実家に来る日々が半年ぐらい続いたある日、俺の母親と弟嫁さんからこんなことを言われた。あんた、 A ちゃんはどう思う？ A ちゃん、兄さんのことが気になってると思うんですよ。俺、ものすごくびっくり。だって A さんのことそういう風に見たことなかったし、息子が懐いているけど別に母親の代わりにしようなんて思ってなかった。特に元嫁との結婚生活がいろいろありすぎて離婚に至るまで死ぬ思いだったこと。そんな元嫁も結婚前から出産後は本当にいい女だったけど、結局豹変しておかしくなってしまった。もしかしたら A さんにもそういった本性があるかもしれないし、俺自身がもう結婚しようという気がない。今は息子のケアに努めたい。息子が母親を求めるまでは結婚は考えてない。そうお袋と弟嫁さんに答えたら、その時はそれで話は終了。でもその日以降、俺が A さんに今まで通り接することができなくなってしまった。中学生みたいだけど、なんか意識するようになってしまうんだよな。そしたらやっぱり A さんも俺の様子が変なことに気づいたらしく、俺実家に来るペースが少し減った。弟嫁さんとしては大事な友人であり話し相手、子供たちからしても遊んでくれるお姉さんを俺のせいで遠ざけてしまって申し訳ない気分に。そう思っていたある日、たまたま仕事の外回り中に入った店で A さんにばったり行き合った。 A さん、勉強しながらもこの店でたまにバイトをしているとのことだった。向こうはびっくりして戸惑っていたようだけど、俺は変な態度をとっていたことへの謝罪と、今まで通り遊びに来てくださいと話した。そしたら A さんから連絡先を書いた紙を渡され、
今度お話ししたいことがあるので、二人で会えませんか?と言われる。ああ、もしかしたら告白なのかな?と、ぼんやり考えていながら、二人で会うことになった当日、A さんからまず切り出されたのは、息子のことだった。息子さん、もしかして虐待されていませんでしたか?俺はもう絶句。A さんの指摘通り、元嫁との離婚理由も、息子への虐待が主な原因だった。恥ずかしながら当時の俺は仕事に夢中で、息子への虐待も早くに気づいてあげられなかった。離婚して2年、今でも保育園に通いつつ、週に一度のペースでカウンセリングを受けているが、それについては A さんには伏せてもらっていた。でも幼稚園の先生だった A さんは早い段階で見抜いていたらしい。俺は A さんに元嫁とのこと、息子がどんなことをされていたのかを正直に話した。話しながら俺は当時のことを思い出してバカみたいに泣いてしまった。A さんはそんな俺の手を握りながら、話してくれてありがとうございます。辛かったですね。って励ましてくれた。自販機で買った缶のお汁粉を握らせてくれて、温まりましょうね。って、俺が泣き止むまで背中をさすってくれた。この日から俺の中で A さんがちょっと特別な女性に見えてきた。恋愛対象というよりはお母さんみたいな感じなんだろうか。母性が溢れ出ているような気がして、安心する感じだった。俺実家にも月に2回ぐらいは遊びに来て、俺も休みの日は一緒に茶を飲んだりしていた。弟夫妻が俺らをくっつけようといろいろ画策していたが、気づかないふりをしておいた。俺母からは、あんたもう A ちゃんと一緒になっちゃいなさいよ、とせっつかれる。たまに俺と息子と A さんで出かける機会も出るようになった。A さんからはメールで、俺さんと一緒にいるとあったかいです、と言われたり、好意をはっきり言われるように。でもやはり大事にしたいのは息子のケアだ。俺が気づかなかったことで、息子は長い間、元嫁から心身ともに傷つけられた。今でも夜中に泣き叫んで起きることもあるし、元嫁に似た女の人を見るとうずくまってしまう。今では俺両親や弟夫妻、A さんに対しては警戒心は持たずに接しているが、幼稚園の先生や出かけ先で会う女性、スタッフに対しては旗からわかるぐらい怯えている。そんな息子がある日、寝る前にぽつりとこんなことを言った。僕、A お姉ちゃんの子供として生まれたかったな。もしかして僕、本当は A お姉ちゃんの子供なのに迷子になっちゃったんだよ。僕のお母さんは A お姉ちゃんなんでしょ?だからこっちに引っ越したんでしょ?お父さん、早くお姉ちゃんと結婚してよ。息子も A さんが好きすぎてこんな風に思うのか、と思いながら息子の目は真剣だった。ちなみに息子にとって本当の母親、元嫁は悪魔になってどこかに行ったという認識らしい。息子の中で優しい元嫁の記憶はほとんど残っていないようで、思い出そうとするとフラッシュバックを起こしてパニックになる。それでも頻度は減ってきたが、俺はものすごく迷った。A さんのことはいい人だなと思うけれど、息子のために一緒になるのはどうなんだとか、今は他人同士で程よい距離だからうまくいっているけれど、結婚して家族になったらまたうまくいかなくなるんじゃないかとか、もし A さんと俺の間に子供ができたら息子はどうなるんだとか、ぐちゃぐちゃ悩んで一週間、俺両親と弟夫婦に A さんとのことについて相談。すると弟嫁さんが A さんについてあることを言った。A は多分兄さんと結婚したいんだと思う。できれば兄さんと息子くんと A には幸せになってほしい。でもその前に A から大事な話があるはず。本当に息子くんと A と幸せになりたいのなら、覚悟を決めて A からちゃんと
話を聞いてほしい。俺は何のこっちゃって混乱。どうやら A さんにはまだ俺に話していない事実があるらしい。もしかしたら未婚の母とか、俺と同じくバツイチなのかとか想像した。まず A さんと話をする前に息子とちゃんと話し合いをした。俺なりに子供に分かりやすいように話をしたけれど、こういうのって結構難しい。まだ6歳の息子にそれは難しかったかもしれないが、息子は、ええお姉ちゃんがお母さんになったら嬉しいという気持ちが強いことはよく分かった。そして俺は A さんに意を決して気持ちを伝えることにした。デート場所は市内で一番高級なレストランの個室。少しおしゃれなワンピースを着た A さんはとっても綺麗だった。女の人って髪の毛を下ろして巻くだけですごく雰囲気変わるんだな。森三中黒沢から北川景子に変わった感じ。めったに食べない高級コース料理を食べつつ、デザートが来たところで、いざプロポーズ。息子が懐いているからだけじゃなくて、俺も A さんのことが大好きです。結婚前提に考えてもらえないでしょうか。って、ストレートに伝えたら、A さんその場で号泣。これは OK かな、と思ったら、A さんバッグをコソコソして、何か封筒を出した。何かの診断書のコピーで、日付は10年以上前。そこにあったのは、子宮全摘というショッキングな言葉。 A さん、高校生の時に病気で子宮全摘という大手術を受けたんだそうだ。私は子供が産めない体なんです。それでもいいですか？俺は別に A さんに子供を産んでほしくて求婚したわけでもないので、もらい泣きしながらただうなずくしかできなかった。息子の母親代わりにというのも語弊があるが、 A さんと家族になりたいという気持ちが大きかった。俺たちの家族になってください。もう一度そう言ってプロポーズしたら、 A さんの返事は、これで堂々と俺さんの奥さん、息子くんのお母さんになれるんですね、って嬉しそうだった。それからはいろいろとハイスピードで準備。というのも A さんの資格試験の期限の関係で、できれば入籍してから受けた方が楽だろうということになった。A さん両親からは、バツイチ、子持ち男と結婚なんてけしからんと反対されるのを覚悟で挨拶に行ったら、逆に先方から涙ながらに、結婚できるかもわからなかったのに、孫までできるなんてありがたいって喜んでもらえた。新しいおじいちゃん、おばあちゃんだよって慣れさせるために、入籍前から少しずつ A さん両親と息子を引き合わせるようにした。息子も何か感じるものがあったんだろうか。2回目にして人見知りもなく警戒心も持たずに接してたので安心した。A 家両親は野球観戦が趣味で、息子を連れて観戦に行けるのが本当に嬉しいらしい。身内だけでささやかに結婚式を挙げて、ちょっと広めの家に引っ越して同居開始。息子は大好きな A お姉ちゃんがお母さんになったことに喜びつつも、最初は不思議だったらしく、じいちゃんばあちゃん家に行かなくていいの？って聞きまくってた。息子の幼稚園や今年入学した小学校でも事情を説明しなければならないこともあって、 A さんもとい嫁には苦労をかけているのが申し訳ない限り。参観日はもちろん、学校行事や地域の子供関係行事など、俺、行事などは、極力、俺も参加するように心がけている。元嫁がおかしくなったのも、育児を丸投げしていた孤独から、ママ友やネットに依存してしまった経緯があるので、嫁は無事、試験に合格し、今週からそれを活かした仕事を始める予定。不思議なことに、嫁と結婚してから息子の夜狂症やパニックがみるみる収まって、カウンセラーも驚くほど。小学生だが親子三人川の字。息子は嫁の手を握って寝るのが日課だ。嫁が息子の寝顔を見ながら、こんな可愛い子のお母さんになれて
幸せって言ってくれる。子連れ再婚、血のつながらないママ母ということで、変な噂なども立てられるかもしれないし、世間の母親以上に苦労はかけるかもしれないけれど、これからも息子と嫁と仲良くやっていこうと思う。ちなみに元嫁については今年初めに亡くなった報告を受けた。息子には伝えていないし、俺も墓前には行っていない。もしかしたら俺のせいで不幸にしてしまったかもしれない。俺と結婚していなければ幸せに過ごせていたのかもしれない。だが元嫁のおかげで息子が生まれているので、それは感謝している。最後まで読んでくれてありがとう。